リューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はいさい2018年8月30日、うわ終わる、8月が終わる。うわもうそんなところまで来ています、うん、第151回目を迎えました。リューティーの FM ギノワンデラジオ、その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その1です。はい、おはようございます。おはようございます。8月終わるんですね。めっちゃ早くないねえ、ほんとに。今日はあの後でご紹介しますけど、うん、南さんの奥の方と今話をしておりますね、8月終わるね。顔でね、答えてる顔でもうね、9月に入りますよ、うん、なんかね、どこだったかな、関東はね、うん、ちょっと冷え込んでるらしいですよ。あ、もうそうなの、うん、マジ最近まであんなに暑かったのに、ね、一応この今発生してるね、台風の影響なんじゃないかなっていうのも、うん、あるらしいんですけど。あーなるほどね。いやひふみさんが平成最後の8月バイバイ。そうだよね、そうですね、あれなんだ、 今のこの全部は全てがもう平成最後なんだね。そうですよね、え本当ですよ。あ、なんかそう考えたら寂しいわ。そんなこと言ったらもう平成最後の8月のラジオですよ、うん、リューティーラジオ。あら、いやこんなこと言ったら全部だけどね全部だけどねさあ、あの、うん、宜野湾市、うん、宜野湾市上空はですね、今日はもう超いい天気なんじゃないですか。めっちゃいい天気、気持ちがいいね、気持ちいいですね、うん、ねもう今すぐ紹介したいんだけど、後にしましょうね。え、なんか映ってんのかな、ツイキャスでも、なんかひふみさんが、うん、あ、今日可愛いゲストがいるねって。あ、もうバレてんのこれ。バレてるんですか。いやいや、まだ引っ張りますよ。あ、まだ引っ張りますよ。まだ引っ張りますよ。バレま、バラしませんよ、だから沖縄もね、うん、少し涼しくなってくるのかなって思ったんですけど、うんうん、全然じゃない。全然だね。暑い暑い、太陽が暑いな。そう、風はね、でも結構気温下がってん。まあまあね、少しね、うん、ちょっとですよ。でも本当にちょっとですよね、ほらほら小さいゲストもね、本当にちょっとね、ちょっとって言ってるあんなちょっとだよね、声に出さずに全部顔とね身振りそぶりでひがちゃんに伝えるっていう、 そうだから自分のねこの必ずこの南さんに向かってるから視界に必ず入ってくるんで面白くて面白くて遊んでるな。はい、そんな沖縄からね放送しております。はい、じゃあ、早速ね、うん、番組進めていきましょうか。あ、そうですね。この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、いいことはみんなで喜び、明日を快適にしますという番組です何もう一回拍手が起きました。拍手が起きるのこれ、うん、嬉しい。ラジオへ参加する方法は3つ、メール、ツイキャス、ファックス、うん、FM ギノワンで検索してみてください。ユーストリームやサイマルラジオ、そしてリスラジでも配信中ですので、全国から、いえ全世界から参加できます。はい、ちょっとコーナー発表する前に自分忘れてたことがあるんですよ。何を。この番組ね、うん、もう151回目になりますけど、はい、まだね、そうね、まだこの番組聞いたことないっていう方、そうね、あと今喋ってるのは誰なんだっていう方、うん、中にはね、うん、中にはごく少数だとは思いますが、ね、いるとは思うんです。いるとはね、そう、一応言っとかんとね、うん、一応ね、うんうんうん、まあいないだろうけど一応ね、形上ね形上ね、うん、そうね南さん、じゃあ我々の紹介をよろしくお願いします。はい、沖縄に来たら会いたいミュージシャンナンバーワン。私たちはギターと三線の音楽ユニットです。グループの名前は琉球テイストを省略してリューティーと申します。普段は CM ソング作ったり生演奏したりと音楽に関わる仕事をしております。パーソナリティはリューティーのギター担当の日賀聡。そして
歌者三振担当二代目てるきなたきみに一番乗り。皆さん、このハスキーボイスは風じゃないよ、海風のせいだよ。上から呼んでも下から呼んでも南です。2時間お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。南さんが喋ってる間ずっと真剣に顔見てました。あ、見てたの。そう、こうやってね、インプットして後で真似をするんですよ。あ、なるほどね。真剣に止まってる時はインプット中です、大体。これインプット中なんですね。あ、それではじゃあ10時台皆様へ募集してるコーナーを発表してください。はい、10時台募集してるコーナーを発表します。1、ふくらしゃらっしゃい。今週の嬉しいことを1行で募集しております。2、メールボックス。今日のテーマはドラマ。ドラマなんかね、先週映画で、今日も読み切れないぐらい、そうそうそう、ね、メールいただいてたから、だからやっぱりなんかこういう懐かしいものも出てくるし、今のも最新のものも出てくるし、ちょっとね、ドラマはやっぱこの映画と通じるものがあるんじゃないかなと思って。そうだね、だいたいドラマから映画になったりとかするしね。あ、あ、何、いいこと言った今。 あ、いいこと言った。なんとかブルー。あ、なんとかブルーよ。コードなんとか。コードブルーぞ。、うん、そうそう、そう、あの、私たちがあのタイトルを忘れてるんじゃないかって横からコードブルーって教えてくれたね。そっか、コードブルーもね、見に行ったって言ってましたよね。そう、見に行ったんで、ね、そうそうそう、ね、じゃあ後で映画の話題の時にもちょっと感想も聞いてみようかな。あ、自分はね、そうね、コードブルーってイメージですけど、ほら、なんていうの、ね、あの何系のドラマっていうの、あれ、お医者さん、医療系だよね、医療系のドラマが映画化って感じじゃないですか。自分はね、この年の時に見に行こうとは自分は多分、ね、思わんよね。私も思わなかったんだよね。本当にって何回も聞きました。やっぱり違うって言わないよね、大丈夫っつって、でも何度も何度も予告見るたびに見に行きたいって言うから、すごい、これはマジなんだなと。これだから本人にその時の感想もね、聞いてみようかな。聞いてみていい？うん、後でね、後で。さあ、メールボックスのテーマはドラマ、ドラマということで、はい、3、うっさうっさバースデー。今週誕生日のあなた、そして大切な方へお祝いメッセージお待ちしております。以上、この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいので、恥かさしないでご参加してくださいね。はい、懸命にコーナー名、そして本文にはデューティーネームを必ず書いて、メールやファックスを送ってください。メールは簡単です。 FM ギノワンのホームページより番組表をクリックしていただきますと、デューティーの枠からすぐメールが送れるようになってるんです。そうなんです。はい、ゲストは、はい、今日はポケモンから、ね、ゲストを呼んでますよ。ファックスでも受け付けておりますよ、ファックス番号 098-943-0094、 奥屋久しみ、奥久しでお待ちしております。あ、馴染んできましたね。あ、なんだか馴染んできちゃったな。じゃあ一生懸命否定したんだけどな。これ、やっぱりね、慣れてきちゃうとね、人間ね、あれね、慣れてでも一応大事だからね、これもこれ今他のが入ってきてもちょっと受け付けないと思いますよ。脳がね、脳が受け付けないと思う。皆さんが、リスナーの皆さんが、あ、ちょっともう大串じゃないとダメだと。そう、もう脳がもうこれ大串になっちゃってるんで。あ、なっちゃってる。大串脳になってるんで。本当かな。もう他のが来たら全然もう覚えられないと思う。本当かな。あの大事なやつをお願いしましょうかね。はい、大事なやつ行きたいと思います。この番組は愛媛から青函職人の村上工業、菊江おばあから続く手作り味噌、味噌シフォンケーキも最高、畑の中の小さなお店、菊味噌加工所夢工房の提供でお送りします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサー、マッチョイビーだー。それでは一曲流してからどんどん番組を進めていこうと思います。はい、1曲目、いやもう
8月終わるって言うけど、うん、まだ沖縄は夏だから、うん、ね、踊ってた今あ、じゃあ踊れる夏っぽい曲行きたいけど、踊れる夏っぽい曲ってなんだろうな、あるかな、あるかな、なんだと思う、踊れる、ん、あ、行きましょうか。今リクエストを横からいただきました。もう横からいただきました。じゃあ南さん曲紹介お願いしますはい、夏にぴったりなこの曲いきましょう。1曲目は荒垣みなみでサマーサマー。サマーサマーサマー沖縄サマー、走れ走れさんさん続く青い青い海を蹴りお空にキス、南風に目を細めて、僕たちの夏こんがり沖縄サマーデイ、砂浜でとりあえず乾杯乾杯、青と白のパラソルを広げて、渚で跳ねる小魚に乾杯、ではサマーサマーという曲に乗せて今週届いた嬉しい出来事を皆様でシェアしていきましょう。沖縄の言葉ふくらしゃとは嬉しいという意味。あなたに起きた嬉しい出来事を一行で送ってください。それでは今週のふくらしゃらっしゃい、早速いきたいと思います。兵庫のシーサーさん、うん、これかな、先週潰れていたリビングのエアコンが新しくなったよ。よかった、涼しい涼しいよ、よかったよかった。もうね、大事だよ、大事ですよ、もう、もうなんか今年は特に大事ですね、もう大事、暑くて暑くてもうすぐ熱中症になっちゃうから本当に、ね、気をつけんと本当に。これだから夏休みのね、うん、皆さんはなお家にいたから多分大丈夫ですけど、学校始まったらまた暑いんじゃないの、うん、また暑いよ本当に、ね、だって今もエアコンがない学校ってあるんですよね、うん、あ、まさしく、あ、小学校ね、ついてないよね、クーラーついてないんだ、扇風機が上で回ってるよね、扇風機だけしかない、あ、そうなの、天井に4つぐらいかなね、あるよね、天井にくっついてて上からわーって扇風機が回ってる。ハイバルはね、職員室は、職員室はクーラーついてる、職員室はクーラーついてるんじゃん、あ、分からん、分からない、ついてるよ、いや、ついてたはず、確かついてたはず、あの大人たちついてるよ、クーラー、はい、じゃあ悪知恵を、次、あなたくん、あ、あなたくん、あなたくん、2年間交渉し続けて、うん、ついにキッズ携帯からあらiPhone8 になった、バンザーイ、ヒャッホー、待って、私より先行ってる、マジマジ、自分も最近やっと iPhone8 ですよ、え、私セブン止まりなんだけど、そっか、え、キッズ携帯と iPhone のなんか違いは何なんですか。全然違いますよ。あ、そうなんですか。全然、あのキッズ携帯はもうまずこう超ちっちゃいし、うんうん、で、あの着信とあの発信は親が決めてるから、もう誰にしかかけられないみたいな。なるほど。そう、まあ、管理されてるってことよね、親にね。
あ、じゃあもう、じゃあ iPhone8 になったらもうまあまあ一緒ですもんね、自分たちと一緒の感じで使えるってこと、ね、もう LINE とかも使えるさ、あ、YouTube も、 YouTube もガンガン見れて、あ、いいえ、三新ってなんで、最新だねあ、ママってこうなのママってお家でもこんな、あ、あ何何急に何か言ったけど、もう一回言って、もう一回言って、つけたい持ってるよ、あ、気つけたい持ってるそうなの、一応持たしてる、いいな、あのね、すごくたわいもないことを携帯電話かけてくるんです、仕事中でも楽屋にいたら、あ、なんか着信入ってたと思って電話したら、どこどこのおもちゃどこみたいなそれ今聞く携帯でっていう ね、 いいねまあじゃあこれ iPhone8 になったってことは、うん、その自分のおもちゃについても友達全員に電話がかけられるわけだすごい、あらたくんマジでいいね、いいはずよ、じゃあいきますよ、うん、内嫁さん、お、内嫁さん、ね、どれだ、ちょっと長めだけど一息でいきますよ、オッケーオッケー、おはようございます、八王子ウチナーハーフの嫁です、さて嬉しかったことですが、息子カイルがお泊まり保育に行ってきました、あら、2時間電車に揺られパンパンなリュックを背負って、生まれてから一度も親と離れてお泊まりしたことがなくて心配でしたが、次の日ピカピカ笑顔で帰ってきました、成長待ったよ、あ、素敵、これは大きな一歩じゃないですか、これは素晴らしいね、あ、もう早速、うん、もうキッズ携帯の下りの時に声が出ちゃったんでちょっと一瞬登場してもらってもいいですか、いい、いい、喋っていいって、ちょっとだけ喋ってもらってもいい、お名前は荒垣美音でーす、美音ちゃんおはようございます、はい、もう夏休みも終わるから連れてきちゃったえ、美音ちゃん聞いてみたい、これさ、あの、なんか一人でお使いとかって行ったことある、ない、小枝さんとさ伝わらんよ、じゃあなんか子供だけでお泊まりとか、子供だけでお使いとか、なんか買い物とかって行ったことある、ない、わからない、あ、わからない、子供だけで、うん、あ、でもじいちゃんばあちゃんのお家ならあるけどね、あ、そっかそっかね、ママお泊まり、ああ、あ、そうか、まあ、じいちゃんばあちゃんだったらまだあれなのか、そうそうそう、うん、とか、じゃあ、あ、もうその友達の家とか、この身内じゃないお家にお泊まりはまだないんだ、うん、ないね、あ、ないんですね、そうだね、ないね、そうか、そうか、身内って何、あ、身内って何、ね、はい、身内って言うとね、OK、CM 中に説明しよう買い物はね、一回私こうレジから離れたとこで、うん、あのちょっと渡してお金渡して並んで買うっていうのを遠目で見てたんですけど、うん、お金を渡さずに帰ってこようとしてレジのお兄さんがちょっと待ってお金って焦ってましたあ、これはまだダメだと思ってそっかよ、まだわからないもん ね、 ね、わからないもんね、だってレジのお兄ちゃんお金って最初言わなかったもんねお兄さんのせいいや、言わなきゃ、言わなきゃ分かんないよねめっちゃ焦ってたよ、もう私もまず駆け寄ったからねすいませんっつっていいね、じゃあこれは大きな成長ですね、本当ですね、カエル君おめでとう、おめでとうございます、うん、で、こちら埼玉のはちみつ一家です、だいぶ仕事が片付いてきた、うん、あー、よかったちっちゃい拍手が、ちっちゃい手の拍手があ、今日拍手もいただけるんですね、うんうん、いや、いいんじゃないですか、夏もね、ねえ、なんか、あの、日焼けで疲れもたまるじゃないですか、そう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 、これで仕事もためてるよりはね、うんうん、もうパッと片付けちゃいましょうよ、ね、ほんとよ、ね、片付くとちょっと心もすっきりするしね、あ、いいこと言った、あ、ほんとに、この晴れた空のように、あら、そこまで言ってないけど、うんなんか私もいいことを言いたいっていう気持ちになっちゃったあ、なっちゃった昨日ママと片付けしたよ、ね、えらい、え、ママは片付けしなかったの違う、お掃除ね、あの玄関をね、玄関の掃除担当任命してきた、あ、いいわけですか、あの、あ、そういうわけです、あのペットボトルこら、
やっとるわペットボトルにね水入れて 水遊び感覚で玄関に水をまくっていう。あ、えらい。あ、玄関のお掃除したの？ね。あ、いいね。で、私が掃除機かけた後ろからクイックルワイパーをするっていう。あ、えらい。クイックルワイパーなんてもうひがちゃんは25を超えてからしかやったことないよ。あら、えらい。えらいね、ひがちゃん超えたね。超えたよ。嬉しそう。もう30超える頃にはもう自分で雑巾絞ってこれがいいって言ってるかもしれない、ね、あ、言ってるかもしれないな、うん、伝わらなかった、ね、よくわかんなかったかなじゃあこれラストですね。うん、お名前はね、タイゴさん。あ、タイゴさん。25日に開催した夏祭り、うん、雨も晴れて自分の売ってた飲み物すげー売れたー。すごーい。飲み物出してたんだお祭りで。ね、あのさ、自分あの、うん、お祭り大好きなんですけど。大好き、私も。お祭りの屋台の、あ、みおんちゃんも大好き。ね、お祭りね、眉毛が動いてた今お祭りのさ、うん、屋台の方って朝から、うん、もう夜中までじゃないですか。偉いなと思う、いつも。あんなのだって交代制じゃないでしょ。うんうん。ね、屋台でシフト制ってないでしょ。ないよね、見たことないよね。同じ人が立ってるイメージだよ ね、うん、ずっとですよね。あれすごいなって思うんですよ。あれ体力ないと。だってさ、あんな暑い中、うん、クーラーもエアコンもない中で、うんうん、鉄板でしょ。うん、うん、ねえ、暑いよね。すごいねまさかの、まさかのここで受けるっていうのが。そうそう、ツボがねちょっと違いますから、うん、この年齢はちょっと分かんないよあ、今めっちゃ爆笑したみたいな本当、うんうん、今日何笑い行かせられるかなーねー、挑戦してるのは夏休みスペシャルだから ね、 ねもう本当に夏休み終わるからね、うん、2学期制のところはもうね始まってるんですよ。27ぐらいから。あ、今週からね。そっか、ね、いとこもね。いとこさんも那覇の方はもう2学期制だから。あ、始まってる。そっか、そうそうそう。3学期制の子だけ、3日から。9月3日か。うんうん。もうね、でも9月3日だったらすぐだもんね。ね、しかも台風来てるしね。ね、台風来てるよ。どうする？夏休みあげたらすぐ学校行きたい、それともあの台風が来て1日休みが延びたら嬉しい？どっち？友達に会いたいかな。あ、会いたい。友達に会いたいか、うんね、顔はそう言ってないんだけど一応うなずいたね。いや、うん、複雑なんだよね複雑なんだよね。勉強とかはあれだけど、友達には会いたいなって感じ。あ、それもある ね。そうだよね。そうだね。だから友達で集まれる場所さえあれば別に夏休み明けなくてもいいんだよね、きっとねそういうことか以上ですね、今日のふくらしゃらっしゃい、うん、あ、以上ですか。ニフェーデービル、週末金曜日、皆さんのハッピーを聞いてあなたも今日がいい日になりますように。では一旦 CM です。 あ、待って、来た、なんかいつ来た。あら、ありがとうございます。いつふくらしゃ、南さん、南さん行っちゃいましょう。読んじゃいましょうねちょっと待って、あ、ひふみさんだ。お、ビューティーネームひふみさんから。釣り線のバランスがいい。ん？コーヒー牛乳が割と売れてる。バナナもらったなんでこの箇条書きよ。どんだけ慌てて送ったわけひふみさん。わかったわかった、ああ、わかった。牛乳を売ってるじゃないですか。ああ、牛乳売ってるから、そのお釣りのバランスがいいって感じ。いいと、ああ1個目から釣り線のバランスがいいっていうのはなんか一回ハテナなるよこっちはこれもうバナナもらったっていうところはもうチンパンジーの発想ですけどねもうね、言い方が、あ、バナナもらったみたいになりそうちょっとアポ風神になっちゃったんだけどもう年齢はもしかしたらミオンちゃんと同じぐらいなのかな、うん、そうそう、同じぐらいなのかなって今精神年齢がね本当によ。よかった、間に合った、間に合った、ありがとうございます。ひふみさん間に合ったよはい、ニフェーデービル行きましょうか。はい、行きましょうか。一旦 CM です。
職人愛媛から村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。リューティーの日賀聡と南が FM 宜野湾から2時間生放送でお届けしております。はい、今日はあの夏休みスペシャルということでですね、はい、あのリューティーの CM にも参加していただいてる、うん、あの大御所のね、もうお絵かきが始まった、CM ナレーターですか、みおんちゃんにもお越しいただいております。いいね、かっこいいね。カメラあっちだからね、これじゃないからね。今日夏休みスペシャルなので、うん、みんなのね小学生とかのね、うん、生の声が聞けるということで、うん、あーそうですね、いいですね、うんうんうん、今日はそういう一日にしましょうか。あ、そういうね、もうお絵かきが始まったんですけどね。ちなみにあのツイキャス、ツイッターとか朝から来てくれてますか？もういっぱい来てくれてるよ皆さん。ちょっと魚ぼらね、最初ひふみさんがねいっぱい絡んでくれたんですけど、今日ねコーラゼロさんもお仕事じゃないのかな。 お休みですかね。え、今日はしばらくぶりに見られるって来てくれてます。で、タイゴさんで、サクライスさんも、スキップさんも、キャプテンさん、皆さん結構多い、すごい。あ、ディーパさん、さっきコードブルーの話したから、コードブルーは間違いないですよねって。あ、見たんだね。見たんですか？見たんですか？ドラマも見てたのかな。うーん、ね、北海道のじゅんちゃんも来てますよ。北海道のトランチュさんも、もう北海道からいっぱい。ちょっと生の声を聞きたい。あの北海道って、うん、今気温何度なんだろう。ねえ、関東は涼しくなったってなんかラジオで言ってましたよ。そうなんだ、それ分からんかった。北海道の方はぜひ今の気温を教えてください。教えてください。うん、はちみつ一家さんもみーやさんも来てくれてる。ねえ、さあじゃあコーナー行っちゃいましょうか。コーナー行きますか。こちらのコーナー、ビューティーのメールボックス1番。それではメールボックス1番のを覗いていきましょう。はい、本日のテーマはドラマです。ドラマ、うん、ね、さっきも言ったんですけど、うん、コードブルー、コードブルーさ、ね、映画化されて、まあまあ元々はあれはドラマですから、うん、そうそうそう、10年続いたドラマね。10年続いたんだ。10年ってすごくない？すごいですね。うん、じゃあちなみにそれがさ映画化されたじゃないですか。うんうん、でそれをみおんちゃんも見に行ったんでしょ。うん、さ、コードブルーね、あのさコードブルー、あのお医者さんのお話、あれ難しくない？難しくなかった？どうだった？内容をこのさ見てて意味わかった？うん、でも一応わからんとこは横からまあまああれどうなんで倒れたの？なんでっていう小声で聞いてきてましたね。あ、じゃあ、じゃあ映画自体はもう普通に面白く見れたんだ。普通にもうトイレも我慢するぐらい熱中してて、もうしかもあの泣けるシーンもあるんですよ。泣いて横見たらミオも泣いてるから、あんたわかるの？嘘でしょと思ってびっくりしたっていう。でその向こうの学生さんたちも泣いてんだけど、この一番ちっこいのが泣いてるからわかるのと思って。あ、じゃあミオちゃんもあれ感動した？うん、あ、感動したんだ。そっか、なんかね、泣くタイミングとかがね一緒なんですよ私と。, 笑ってる。いや、なんかこの年でさ、うん、コードブルーってすごいな。自称中身26歳なんで、うん、ね。なんで今の。ありがとうございます。うん、ちょっとじゃあ今日はみおんちゃんと絡みながらね、はい、行きたいと思います。もうお絵かきしながら横でいると思うんですけど。さあじゃあ皆さんのドラマ話聞いていきましょうか。聞いていきましょう。じゃあ1つ目読みますね。1つ目はあなただ。ひがちゃん、みなみちゃん、それからリスナーの皆さん、ラジオの向こうのたけちゃん、おはようございます。リューティーナンバー133番、愛知トヨタの偽の指笛です。お、今日のテーマは、あれ貼ってんな、わからないよ、ブログに出てないって。ああ、
ブログに書くの忘れちゃった。あ、そういうこと？ Facebook だけでやっちゃったな。あ、そういうことか、うん、だからこれまでで恥ずかしかった思い出話をあ、自分で作ってくれたんだ投稿しもで分からんっていう割にメールが長いなと思ったら、あ、今からあのちょっと自分から思いついたあのエピソードをね、ードね話してくれる。いや、いいですよ、いいですよ、もうあのフリーでいい、ね、フリーでいい、全然いい。そういうのもいいね。あ、じゃあちょっと読みたいと思います高校生の時、電車の中でヘッドホンをしながら音楽聴いてたんだけど、結構な大音量で聴いてたんです。そして大好きな歌になり、その歌を小さな声で口ずさんでいたんです。そしたら電車に乗っていたみんながこっちを見て凝視してくるんです。ほう。誰のことをみんなが見てるのかなと周りを見渡すと、完全に自分なんです。なんで見てんだよと、ヘッドホンを外すと、ヘッドホンからの音量が大音量だったため、小声で歌っていたと思っていたら歌は結構な音量でみんなに聞こえていたんですあー、なるほどね、うん、しかもその歌は当時流行っていたちびまる子ちゃんの主題歌パッパッパラパラリラピーヒャラ、ピーヒャラかな、ピーヒャラじゃない始まりが、あ、パッパパラリラピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ踊るポンポコリンピーヒャラお腹が減ったよーのやつね。いや、変な分担の仕方しましたね。だからね、急にやめたからもうこれ、これは恥ずかしいな。あー恥ずかしいって、あれはね、これはね、これは恥ずかしい。自分さ、うん、全く同じ経験がある。嘘。あの昔ね、自分が小学校の頃はまだテープだったんですよ、うん、はいはい、あったね。で、カチャって入れるやつね。なんかちっちゃいさ、うんうんうん、ちっちゃいポータブルラジカセみたいのがあったんですよ。あったあった。テープウォークマンっていうのかな、うんうん、ウォークマンだ、ウォークマンだ、テープのウォークマン、うんうん、あれをその CD とかもその時代なかったんで、まあ、あったけど、うんうんうん、あったけど小学生がね買えるものじゃなかったんで、うんうん、やっぱりさテレビの音を録音してるんですよ、うん、テレビのスピーカーに向かって録音ボタンを押して、あーはーはー、なるほどね、あの静かにしてって言って録音して、ね、うん、でそれを子供だから、うん、子供、まあ、高学年だったんですけど、うんうん、漫画の歌ばっかり集めて、うん、テープを、でそのポータブルのねテープレコーダーが、うん、イヤホンもついてるけどスピーカーもついてるタイプだったんですよ、はいはいはい、でね、うんうんうん、自分はイヤホンを全く同じですよ、うん、イヤホンをして、うん、このテープを自分の好きなねアニメの歌を聴きながら、うん、もうねこの塾に行ったんです、うん、塾に行かされてたんで、あ、塾行ってたんだ、うん、塾行ったんですよ、うんうん、でもうねあの本当に夕方とかなんで人超いっぱいいるんですよ、人が超いっぱい、外に、うん、外にもう自分の、住んでたところはもう大学もあるし、小学校もあるし中学校もあるから超いっぱい人いるんですよ、わ、その中を自分さ、自分にしか聞こえてないと思ってるけど、ヘッドホンするとね、うん、自分にしか聞こえてないと思うけど、うんうん、みんながジロジロ見るんですよやっぱり、うんうんうん、でもなんでかな、あ、歌ってはない、歌ってはないけど、うん、歌ってはいないけど、うんうん、なんでかなみたいな感じで、うん、言ってたんですよ、うん、してでこれヘッドホン外してないですか、うん、塾について、パッと言ったら、うん、もうスピーカーからでっかく光る雲を突き抜けフライアウェイっつって、恥ずかしいあ、イヤホンになってなかったんだ、イヤホンもスピーカーも両方オンになってたんです。あ、そういうことできるの？できたんですよ、これは恥ずかしい愛は、愛はのポータブルレコーダー、あ、いいえなー恥ずかしいね、似たようなことうちのお父さんやってたけどね、あ、うちのお父さんはあれですよ、イヤホンから流れてないのにずっと本体から流れてるのに気づかずこうしてたえ、あ、イヤホンから流れてないのに、流れてないのに気づいてないんですよ本人は。あ、外のスピーカーが大きいからってこと？うん、耳にも聞こえてるってこと？で、なんかちっちゃいなってどんどん大きくして、あのお父さん外から流れてるとえ、ちょっと慌ててたっていうそれで何回もやりよったもう公民館の放送じゃないですか本人
にはねドヤ顔でもポケットにこうラジオ入れてもうでももうダダ漏れなんだけどと思ってもう公民館おじさんじゃないですか本当に本当に放送して歩いて回ってるうちのお父さんデイジだよいいねいいですね爆食3回ぐらいやるからもう嘘でしょと思うんだからね、うん、あいいねいいねでちゃんとこれ言ってるよ偽のビブエさんが皆さんヘッドホンしているときは歌うのを気をつけましょうってあ本当だね本当よね本当ですよではまたやっていただいてますもう最高やすさんツイッターでタイゴさんもやってたやってたってやってたんだやっぱみんな経験あるかなねえはあさやるんだね、でもさ曲がまたさちびまる子ちゃんって高校生がそれ一番恥ずかしいよねいや恥ずかしいなしかも全力で歌なんか小声だけど歌ってるでしょこうやって一応自分も日曜日にやってたアニメの、うんうんうんオープニングエンディングを全部録音してたテープだったんですげえあー自分が塾に着いた時にドラゴンボールだったけど、うんうん、自分も多分ちびまる子ちゃん流れてるんですなんだったらサザエさんとか流れてるからねなんちゅう共通点だよほんとにでもいやすごい陽気な野郎だなと思って思ったと思うよタタン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 タンやばい面白いあー恥ずかしいなあーウケるわそれ見るわねみんなね見るよどうしたんだあの子はサザエさんボーイがやってきたって言われるよねあんなに放送して楽しく陽気に塾に行けるんだと、うん最高ありがとうございますでは偽のゆぶぶえさんにはいありがとうございますあ、うん、一通だけあと一通いけるいけるかなよし、はい、じゃあひがちゃんに読んでもらおうあいきますよ、うん、ひがちゃんみなみちゃん小さなお母ちゃんのたけちゃん、うんうん、おはようございますおはようございますノリノリですあノリノリさん8月も終わりだね、うん、なんか少し寂しいなさてさて今日のテーマドラマ私と相方は意外とテレビっ子でドラマはいろいろ見てるんだけど、うんうんうん、海猿が好きかなわかるめっちゃ好き海猿本当ですか、うん、あれもドラマから映画になったんですよ多分私全シリーズ見てんかな私もめっちゃテレビっ子なんで自分海猿全然見てない超楽しいっすよあれは何のお話なんですかあれです海上保安庁海上保安庁、うん、のだからもう海の映像が盛りだくさんなんですけどあもうね結構ハラハラするよ海上保安庁海の事件を解決みたいな海の事件のそうそうそうだからドラマは、まあ、そのねいろいろこの訓練の様子とかを見せたり、うん、本当にきついとかなんだけどこの映画は本当にこの船がクルーズ船が沈没するしそうになった時とかああいうのがめっちゃハラハラするわけなるほどねそうそうそう、はいはいはいねえもうそっか自分あ見てないな見てないか海上保安庁のドラマだから、うん、海の中に潜って人命救助とかするのね、うんうんうん、涙あり笑いありでドラマも映画も何回も見てます本当に楽しいドラマで海に潜る前に、うん、水面よーしって水面を確認する場面が何度もあるのね、うん、だから私たちも沖縄で海に入るときは水面よーしとちゃんと確認してから入ってます、うん、だいぶ影響されてるねなんかドラマの話はなくなっちゃったまったやあんなにノリノリさんあんなに影響されるこれ先週言ったさろくでなしブルースの映画の後に、うんうん、ヤンキーが喧嘩してるのと全く一緒全く一緒、うん、本当にあねノリノリさんで思い出した今日ねミオンノリノリさんが送ってくれた T シャツ着てるんですあ本当あ本当だ本当だそうねこの前カエルくんが着てて画面に映るかなね映るかなでカエルくんが着てたから私が可愛いって騒いだからうち嫁さんがねノリノリさんに伝えてくれたわけよでカエルくんはコーンをつけてたんだけどミオンピンクね作ってくれてね超可愛くないラインスタンプの T シャツリューティーの気に入ってるよねこれねって言ってるそばから鼻拭く気に入ってるよねって聞いた瞬間鼻拭くいやもう T シャツだから T シャツだから T シャツ、うん、もう何でもかんでも鼻になる好きなように好きなようにいいね可愛いね可愛いでしょ、うん、っていう危ないよしいいよ座っていいよありがとうありがとうねありがとうねまたちょくちょくゲストよろしくお願いします、うんはい、よろしくお願いしますはいじゃあノリノリさんのパーイフ
はい、じゃあ一旦ね、短い CM 挟みたいと思います。はい、こちらリューティーの今日はいい日明日はもっといい日。私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています。この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします。毎週金曜朝10時からうちちみシェービリン。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。デューティーの日傘都市と南がパソコンやスマホなら全国で聞ける FM ギノワンから生放送でお届けしております。それではお祝いができるこちらのコーナー、うさうさバースデー。この日に生まれたから君に出会えた、その喜びをみんなでうっさうっさしようのコーナーです。はい、今日もしくは今週お誕生日の方、うん、メールをください。はい、名前はですね、ひらがなかカタカナでよろしくお願いします。お願いいたします。早速行きましょうか。はい、行きましょう。アミオンがはいって言ってくれたね。あなたまた漢字わからないでしょうよ。あ、今ツイッターで世田谷のコラゼロさんが、うん、さあ出番だ。出番ですよコーラゼロさん。今日なんと一通なんですけど、はい、コーラゼロさんからの一通でございます。やっぱり出番だぞ。ほらひふみさんも、おい誕生日おじさん出番だぞって。誕生日おじさん。では読みたいと思います。お願いします。ひがちゃん、みなみさん、たけちゃん、リューティーファミリーの皆さん、FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。リューティーファミリー会員ナンバー7番、世田谷のコーラゼロこと誕生日おじさんです。勝手に付け加えた。よろしくお願いします。さてさて、明日1日は名古屋のかっちゃんこと、あ、そうなんだ、与那覇正勝さん、ロンちゃんのパパさんの、ロンちゃんのパパ、うん、誕生日です。そうなんだ、おめでとうございます。皆さんでうっさうっさしましょう。ではでは、ひやみかち、被災地の皆様、私もアリア、そういえば思い出した、2日に、はい、9月2日、私の姉が誕生日です。お姉ちゃん、たかちゃん、たかちゃん、うん、あ、じゃあ、あのたかちゃんに、たかちゃんにちょっと電波を通して、うん、おめでとう、なんかメッセージある、メッセージ、ね、メッセージっていうんだね、うん、なんかたかちゃんに言いたいことある、あれでもいいよ、あの日頃の。そう、日頃ね、すごい、あの私が仕事の時は大概タカちゃんが見てくれてますから、ミヨンとミラをね。タカちゃん、じゃあタカちゃんいつもありがとうみたいな感じのやつある、うん、好きなこと言っていいよ、言っていいよ、うん、何でもいいよ、うん、なんであの時あのお菓子買ってくれなかったのとかでもいいよ。苦情会。なんで最近可愛い指輪買ってもらってたさ。あ、買ってもらったの、ヒカルの、ヒカルの、ああ忘れてる。じゃあタカちゃんにおめでとうって言ってあげて、うんうん、おめでとう。うん、あとでもう一回言おうね。じゃあ一緒に歌おう、ハッピーバースデー。いくよ、いくよ、うん、じゃあバースデーいくよ、歌える、いける、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、たかちゃん、そしてりょんちゃんのパパさんの与那覇正勝さん、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ワン、ツー、スリー、ヘイ、うっさ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 、おめでとう。そして生まれてきてくれてありがとう。これからも一緒に人生楽しんでいこうね。以上、うっさうっさバースデーのコーナーでした。今日なんかすごい良かった、ハッピーバースデーの歌。ちゃんと覚えてたんだね、うっさうっさうっさまで。、ね、あ、そこまでちゃんと覚えてたんだっていうことに私は衝撃を受けた、うん、なんか超良かったよ、超良かったよ、この誕生日の歌。良かったって、良かったね。はい、じゃあ一曲お届けしたいと思います。はい、久しぶりにこの曲いこうかな、うん、デューティーでひまわり。あ、いいね。
僕は決めました。ある日僕は決めました。この人を守って、愛媛から村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。菊味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。明日はもっといい日。その1、ビューティーの日賀さとしと南が日本一綺麗な景色のスタジオ FM 宜野湾より12時まで生放送でお届けしております。じゃあ早速コーナーいっちゃいましょうかね。いっちゃいましょうか。こちらのコーナー、ビューティーのメールボックス2番。それではリューティーのメールボックス2番を覗いていきましょう。はい、本日のテーマはドラマです。ドラマなんかね、ツイキャスでも結構言ってくれてたよ皆さん。え、本当？ドラマの、あ、聞きたいね。どれだったかな、あれ。あ、ディーパさんもね、海猿のさっきの話のをやってるんですけど。海猿皆さん見てるんだ。そう、あ、あった、ディーパさんのだ。一番記憶に残ってるのは家なき子。わかる。あれ、子供ながらに真剣に見てしまった。それだけは絶対そんなんじゃない。そんなんじゃないです。じゃあちょっと聞いといてくださいよ。あの、家なき子を想像して。はい。それだけは間にはほら。違う。あ、違うんですよ。ほら、受けた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 。受けてる受けてるね。子供には受けるかもしれない。いや、あんな子、あんな機械音じゃなかったです。機械使ってないんだけどな。いや、なんか逆にミオ、あのかミニオンズの声に似てるな。パパパパパパ、はい、ミニオンズが来ました。パパパパパポテトバナナバババババ。何これ、ミニオンズ？ミニオンズの歌なの。あ、これをね、ひたすら言うんだよね、お家で。ミニオンズ見てないな。うん、あ、ディーパさんがまた懐かしいの言ってるよ。ビーチボーイズと GTO。 うわ、超懐かしい。めっちゃ懐かしい。ビーチボーイズ見てた、私も。自分も超好き。え、南さんビーチボーイズの時は何？小学生だと思う。結構ね、本当にテレビっ子だから早いうちからドラマ見て、私もね、ちょっとミオンタイプで、泣いたりするわけ、この感動するんだけど、泣くとお兄ちゃんにバカにされてるから、されるから、テーブルの下に潜って泣いてた。涙が出そうになったら、もう長男がさ、お前また泣いてるばって言うから、なんで泣くばとか言うから恥ずかしいからテーブルの下にクサッと隠れて。ああ、いいね。っていうのをやってたから、じゃあ、ね、ミオンちょっと似てるなって一応思う。いや、やっぱね、やっぱ、あ、変わらないんだね、その類線の部分はね。あ、変わらないですね。感受性はね。うんうん。いや、超見てた、ビーチボーイズ。超見てた。懐かしい。懐かしいね。あ、超いいね、うん。どっちも反町隆史さんか。あ、そうだよ。ね。そうだそうだ。うわ、懐かしい。Forever your heart。 うりゃ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 、始まったよ。いつの日も。一応そんな声だったね。これはよかった。そういう曲だったよ、そして。うん、すごい。あ、懐かしいな。うん、あ、もうさっきのさ、ひがちゃんが、あの、なんだっけ、家なき子の歌を ね、歌ってたから、うん、大阪の四郎さんがね、ひがちゃん違うよって冷静に待って、みんな大吾さん怒られるやつ、ね、怒られるやつ、ディーパさん叩かれそう。
違うんですよ。みんなに怒られてるから。違うんですよ。あの自分これ大好きなんです、うん、大好きなんですよ。あの声は真似できないよね。真似できないところでいくとこうなるしかないですもん。あ、じゃあ皆さんのドラマ聞いていきましょうか。聞いていきましょう。ではいきますね。ひがちゃん、みなみさん、そしてリューティーファミリーの皆さん、おはようございます。兵庫のシーサーです。今回のテーマドラマということですが、自分が好きなドラマはサスペンスものの2時間ドラマです。崖の上の、崖の上のやつね。はいはいはい、はい、毎週ではなくサスペンス劇場みたいな感じで、しかもシリーズ化されている。具体的に言えば、あ、片平渚さん主演の赤い霊柩車シリーズが特に好きです。わかります？いや、自分あれシリーズものだったってことが初めて知った、うん、あ、本当シリーズものですよ。私も結構見てる。 あれは、うん、なんていうの、その2時間2時間2時間で別々のものじゃないんだ、シリーズなんだ。あ、そうそう、いろんなねバージョンでこのやるじゃないですか、うんうんうん、だけどシリーズはあるんですよ、こう2時間ドラマの。あ、そっか、主人公は一緒ですもんね。そうそうそう、あ、そっかそっかそっか、うん、が好きですって。特に京都を舞台に片平渚さん、山村もみじさん、大村昆さんが葬儀屋さんで、うん、社長の片平渚さんがいつも殺人事件に巻き込まれ、あ、事件を解決していくのです。あれ刑事じゃないの？じゃないんですよ。旦那さんが刑事さんとかじゃなかった？あ、確か本人は葬儀屋さんなんだ。本人は葬儀屋さんなんだけど、なんか巻き込まれるわけよ、この葬儀。巻き込まれすぎじゃない？だから大概後半は片平渚さんが危険な目にあって旦那さんが駆けつけるっていうね、ああいうパターンのね。いや、もう葬儀や大変。そう、なんかパターンは分かってるけど見ちゃうんだよね。2時間サスペンス。一緒かな、ひふみさんも生まれて初めてハマったドラマは赤いシリーズだなって。あ、じゃあそれだ。赤いってこれのことかな、赤い霊柩車のこと。うん、一応面白いよねこれね、山村もみじさんもなんか定番じゃないですか。うん、そうですね、面白いなと思って。そっか、シリーズもんなんだね。え、わかる、皆さんやっぱ知ってんだね。必ず崖の上で解決するやつでしょ。うんうん、そうですよね、大体がね。そうそうそう、いつも起きる殺人事件で、その葬儀はいつもそこの葬儀会社で行っているから葬儀会社としての営業も大したものだなと思って見ています。本当ですよね。事件解決したやつもマージンもらわないと。あ、そうよ、ちょっと葬儀屋としてちょっとね。そうよそうよ、ね、成り立たないですよね。成り立たんからね。時間割いてるもんね、うん、そこに、ね、そうよそうよ。おっさ、いくつものシリーズがありますが、内容は少し違えどストーリーはみんな同じです。先の展開も読めてしまいますが、やっぱり見てしまいます。わかる、なんか推理したくなる。あの人だよ犯人、あの人って思ってね。再放送していても見ますね。昭和の匂いが漂うドラマが好きですって。あー、なんかね、うん、昭和の匂い漂いますよね。確かにそうだね、サスペンスドラマは昭和な感じする。あの土曜日とかにやってたの分かります、うん、昔、うんうんうん、やってた、昔小学校とかは学校、午前中で終わっちゃうんで、うんうんうん、ちょうどお昼にお家に帰ってきたら、そのドラマやってるんですよ。やってるやってる、土曜サスペンス風神のね。そうそう、自分そのエンディングがいつも好きで、うん、エンディング曲が、うんうん、なんかね、昭和歌謡みたいな、昭和歌謡曲みたいのが必ずエンディングなんですよね。流れる、たまにあのキロロさんのも流れてたよ。え、最近では、最近の2時間ドラマもキロロの、もう少しねえ、もう少しってわかります？わかんない、もう一回もう一回もう一回。え、また歌うの？え、もう少しねえ、もう少しってやつ。わかんない、え、もう少し歌ってもらって。なあ、やだよ。もうやめておけ。あ、わかんない、あ、え、もうそんなアンコール言うてる。アンコール、ごめんなさい、今自分ダンボールって聞こえちゃった。耳が悪い。なんかツイキャスがすごいこの盛り上がってんだけどさ、ね、あ、ツイキャスの会話でね、皆さんが盛り上がってる。タイゴさん、お化けの救急車、あ、あれは霊柩車か、お化けの霊柩車っていうのがあるの？ あったっけ。お化けの霊柩車わかんないな。え、これじゃないの？葬儀屋のじゃなくて。あ、そういうことですか。あ、わかんない。あ、北海道の純ちゃんがこの恋人が神田正輝さんでお医者さん。あ、お医者さんだった。あ、
わかるの？わかるの？嘘だ。わかるの？うん、ママ。ママ。私、ね、どういうことだろう。なんかいろんな皆さんのなんかこのね出てるね。やっぱじゅんちゃんは赤い霊柩車は神田正輝さんだよね。私も神田さんだと思う。みんなそれ好きなんだやっぱり。しかも恋人なんだね。私旦那さんだと思ってた。じゃあ旦那さんがあれってこと？刑事ってことですか？刑事と思ったけど、お医者さんって書いてあるわけよ。あれ刑事さんじゃなかったっけ？みんな事件に巻き込まれすぎじゃない？もうさ、いろんなね2時間サスペンスがごちゃごちゃなってる頭の中で。そう、今ね、三浦智和さんじゃなかったですかって、三浦さんのもなんかあるんだよね、2時間サスペンスのね。もうみんなごっちゃなってる。もうほんとね、最近はね、リアルななんかさ事件になってましたけどね。あ、そうですね。ああ、そうだったね。じゃあちょっと11時台も皆さんのドラマ話聞きながらね、行きましょうか。はい、またやー、後からやー。職人愛媛から村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。菊味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。明日はスマイル。 I, 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 I のヒーローを
ビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日。はい、さい10時から全国へ全世界へ配信中、その名もビューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その2です。ありがとうございます、うん、今日はあの夏休みスペシャルということで、はい、ね、小さなゲストお呼びしております、はい、じゃあ自己紹介お願いします、はい、自己紹介は荒垣美桜です。6歳です。ありがとうございます。今日もちょっと鼻詰まり気味だ感じがしますね、うん、だつまり気味だリューティンのね、うん、CM ソングでも手伝っていただいて、うん、もうあのですよ、リアルマヨネーズのねセリフを言ってる、うん、スーパー大御所の方です、ね、今日夏休みということで遊びに来てくれてますので ね3人でお届けしております。あ、お届けしております。この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、いいことはみんなで喜び、明日を快適にしますという番組です。それでは11時台皆様へ募集しているコーナーを発表してください。さそれでは11時台皆様へ募集しているコーナーを発表します。1、電波で打ち系。本人がいるね、はい、今日ね、はいはいじゃあ本人に今日はね打ち系行ってもらうからさ、お願いしますね、うん、では2、メールボックス。今日のテーマはドラマ。やっぱりドラマの話いっぱい出てきます ねツイキャスでもさどんどんやってくれてるので、うん、あーもう超楽しい。今触っちゃおうか、あのさっきツイッターさっきのねディーパさんのでしょ、うん、連ドラで行ったら大好き5つごとキッズウォー。わかる、超好きだった私この2つとも。超これまさに夏休みだよね、うん、そう夏休みにいつもやってくれるさ、うん、あれもうなんかいつも昼ドラって言ったら奥様方のドロドロしたやつだけど、夏休みに入るとね子供向けにやってくれて、もうこれを一生懸命見逃さないと見てた覚えがある。これ一番好きだったな。もう今5つ子ちゃんってどんな大きさになってんのかな。だって井上真央さんがキッズ王でしたよね、うん、そう、まあ、井上真央さんは多分同じ年ぐらいなんですよ。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ同じぐらいの年に見てたってことなんだ。そう、見てた見てたから超楽しかったんですよ。だってさ、あれからでしょ、君がいた夏は。そうそう、そうだったや、主題歌ね。わかるわかるわかる、あ、わかるか、この歌がね、わかるね。この歌わかる、たかちゃんとココナが歌ってるね。カラオケ行ったらたかちゃんが歌うんです本物は知らないの、たかちゃんが歌ってるのを聞いてる。あ、うん、そうなの、たかちゃん西川貴教さん違う違うおばね、おばね、私の姉であり、ミオのおばねそっちがたかちゃんか、うん、待って、ツイキャスで気になるのがあるけど、シローさんがたけちゃんの声がおかしいよって。たけちゃんの声、たけちゃん、たかちゃん、たけちゃん西川貴教さんそっち、やっぱそっち。じゃあ今日は比嘉聡と南さんとみおんちゃんでお届けしておりますよ、うん、はい、お届けしておりますよ。はい、はい、そうそうそう、途中だったね。3、だから言ったさ、替え歌のコーナー、皆さんやってまいりました。あなたの歌詞を募集しております。6677776の音で、最後の6の音で落としてくださいね。これはなかなか、これちょっとね難しいんです、難しいですよね、ハードルが高い、ハードルが高いけどお待ちしております、はい、ね、以上この3つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思います。それでは懸命にコーナー名、そして本文にはデューティーネームを必ず書いて、メールやファックスを送ってください、はい、メールアドレスは FM ギノワンホームページの番組表からすぐメールが送れるようになっております。はい、そしてファックスでも受け付けておりますよ。ファックス番号098-943-0094、おくやくしみおーくしでお待ちしておりますはい、もうなんか声がキラキラしてるよね、おーくしの時ね。
あ、やっぱり出てきます。出てる。自信が現れてます。何よりも自信がなんか出てる感じが自信が出てますよ。イーヤーサーサーより自信があるかもしれない。あ、なるほどね。輝いてる気する、その分。じゃあ第一のやつお願いしましょうかね。はい、行きたいと思います。この番組は愛媛から青函職人の村上工業、キクエオバーから続く手作り味噌、味噌シフォンケーキも最高、畑の中の小さなお店、菊味噌加工所夢工房の提供でお送りいたします。まだまだ盛り上げてくれるスポンサー、マッチョイビンドー。 CM ソングも作りますので、 FM ギノワンまでお問い合わせください。さあ、それでは3曲目、はい、南さん、あの曲いきましょう。あ、いきますか。ニューシングルから。ニューシングルからね、ミオも知ってるよね。サマーサマーの2曲目に入ってる曲いくよ。荒垣みなみで朝ドヤユンタ、また会いに来るよ。あ3曲目は荒垣みなみで朝とやゆんた、また会いに来るよ。今日は生声のバージョンでねお届けしましたね。お囃子が生声でしたね。でしたね。週末金曜日、皆さんのお昼ご飯は何でしょうか。おいしいお昼ご飯でくんちをつけて、うん、今日もいい日になりますように。それでは11時台最初のコーナーは、最初のコーナーはどれだどれだどれだ、最初のコーナーは打ち系電波で打ち系。沖縄の言葉で打ち系とはお使いするという意味。このコーナーではあなたから何々様へ、リューティーが電波を通してことづてをするコーナーです。はい、面と向かって言えないことはリューティーにお任せください。はい、ちゃった猫踏んじゃった、喧嘩をして口を聞きたくない、欲しいものがあるけど言えないな、愛の告白など何でもお伝えしたいと思います。はい、今日はあの打ち系の本人がいらっしゃってますので、本人がね、いるからね、そのおかげなのか3通も行きましょうか。送ってきてくれてる。じゃあ言いますよ。ひがちゃん、みなみちゃん、こんにちは。デューティー社長のたけちゃん、お世話になってます。白棒にやんです。お世話になっております。こちらの方が本当によ。ハセコに伝えてください。直接言うと怒られそうだから、デューティーに行ってもらおう。なになにテレビも消させていただきました。コンセントも抜いてあるのをチェックいたしました。玄関の鍵もかけさせていただきました。以上。あ、もう一つ、飲んだくれで帰ってくるなよ。
指輪もつけてるよ。自由自由。いやでも今のは良かったね。いやいいねいいね。セリフ的にも内容的にも良かった ね。なんか入ってきたよ。指輪をなくしてなければいいけどね、結構指輪ね。何ハセコさん、何飲んだくれて帰ってきてテレビつけたままの。なるほどね。っていうこと？あ、玄関もあの鍵閉まってない状態だったってこと？あ、そういうこと？そういうこと？お兄やん、これは危ないですよ。奪われてるもんも買ってもらったよ。話が別だよこれ。買ってもらったよ。え、これはなるほどね。でもあの兄やんは直接言えないんだ、はせこさんに。いや、これはやっぱりもう届けましょう。届けよう、みおん。みおんさんにお願い、みおん先生にお願いしよう。せーのっつったら、うちけーって言って。わかった。わかった。では白棒兄やんから、はせこさんに。はい、うちけー。いやもう確実に届きましたね。届いたね。今日は届きましたよ、届いた感があった。ねえ、もうエコーがついてたからね。うん、そうだね、これだったら怒られないよ、白棒には大丈夫だよ。全然、なんかもうちょっと和む、怒る気にならないです。なんないかもね、はせこさんもね。じゃあ2つ目いきます。おはようございます、ノリノリです。デューティーファミリーの内嫁ちゃん、あなたのママさんにことづてをお願いします。明日は一緒に行けなくてごめんよ。みんなで楽しんできてね。また支部会やろうね。あ、なんか集まりがあるのかな。集まりがあるの。あ、そうなんだ。なんか楽しそう。楽しそうですね。入れてこっから行くの遠いんですよね。あ、遠いな。めちゃめちゃ遠いな。きっとね、こっちに来れないからあちらで集まってるんだからね。そうよね、私行けないよね、それね。いいね、でもなんかこれ集まりとか ね、 いいね、うん、なんか楽しいね、聞いてても楽しいさ、うん、そうそうそう、うん、まあまあリューティーの話は多分開始5分で終わるとは思うんですけど、うん、あ、そうだね、うん、あとはね、もう世間話っていうか、ね、世間話、うん。じゃあもうこれはまたちょっと先生にお願いしてもよろしいでしょうか。次じゃあことづてっていう。ではのりのりさんから、ビューティーファミリーの内嫁さん、そして新たなママさんにことづて。伝わった。伝わりましたね。はい、伝わりました。これはなんかいいですね、生で。生のことつってね。ね、うん、夏休みしかできないよ、普段金曜日ね、うん、学校だからね。なんかね、自分は、そうだね、うん、そうだね、大御所だね。なんか自分さっきのね、誕生日の歌もこの2人で歌ってるのすごい良かったな、うん、あ、そうなんだ、うん。でもね、あのひがちゃんがその褒めたんですよね、この歌って。よかったよってか、何がって言いましたから。それは私はもうアシスタントですから。お先生、先生お揃い多いですよ。すでになんかあしらわれてる感がね。ひがちゃんが先生って誰。先生って誰。あ、みおん先生ですよ。マモ先生。いや、まあ、ラジオの向こうにたけちゃん先生がいる。ピコ太郎。ピコ太郎ママさん。あら、そうなの。そうね。じゃあ、あといつ読んでいい。あと一仕事がある。あと一仕事。デューティーの皆様、リスナーの皆様、ミオンちゃん、おはようございます。北海道のトランチュです。お、トランチュさん、イエーイ。電波で打ち系ディーキーへ、明日の広島大会、チバリアー、デージチバリアー。明日か。明日なんだ。16人入り目指してねっていう打ち系なんですけど、ちょっと突っ込みたい、はい。まあ私たちね、漢字読めないから、振りがない、よろしくお願いしますねって言ってんだけど、トランチュさんよ、あの皆様をさ、振りがなつけてくれてんだけど、リューティーの皆様までいいさ、リスナーの皆様で2個目もね、ちゃんと振りがな。同じなのに振りがな。振りがな2つ、うん。で、北海道もね、振りがなつけてくれて。ああ、ありがたい。いや、読めない可能性があるからね。あ、そうね。あと広島大会もね、つけてくれてる。読めない可能性がね、あるのよ。あるか。あるのあるのの。あるのの。大変ね。まあまあね、漢字あんまり読めんわけよ、みよ。どうする。あのね、みよちゃんがこうやって、
指輪で遊び始めたのを見て、タイゴさんがツイッターで、うん、もう飽きてきてるバレた。ここはね、映像があるからバレるのよ、すぐ何よ、何よ、あれでカメラで映されてここに映ってるでしょ、うん、ミオンがもうね、手でこう飽きてから指輪で遊んでるのバレてる。ニコってしましたね。ニコってした。じゃあミオン、あと一仕事あるよ、はい。では、北海道のトランチさんからティーキーへことづて。はい、届いた。届きましたね。ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。今日はもう一段と届きやすかったんじゃないでしょうか ね、うん、エコーもついてるしね。エコーもついてるしね、うんうん、名前声だしね。じゃあ、ミオンちゃん、じゃあみんなで最後にCM ですって言ってから CM いきますよ。いいですか、せーの、 CM です。職人愛媛から村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。菊味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。ビューティーのメールボックス3番。それではメールボックス3番を覗いていきましょう。はい、本日のテーマはドラマです。ドラマ、なんかやっぱりドラマの話、うん、たくさん出てきますね。ねえ、やっぱみんなあるんですね、うん、懐かしいドラマとかね。自分は今のところキッズウォー、もうテンション上がった。うん、5つ子大好き、5つ子と、あとソリマツさんのやつ、あ、ソリマ、GTO じゃなくて、もう一個のやつ、ウォーターボーイズじゃなくて、ビーチボーイズ。あ、ビーチボーイズ、うん、これ最高だな。懐かしい。懐かしすぎる。あ、戻ってきたの？急にね、飽きたんだけどね飽きてから出たんだけどね、うん、あ、これね、おもちゃを取りに来たと先生ありがとうございます。バイバイ。あ、行きましょうか。あ、行きましょう。では行きますね。あ、ひがちゃん、みなみさん、たけちゃん、デューティーファミリーの皆さん、 FM ギノワをお聞きの皆さん、おはようございます。デューティーファミリー会員ナンバー7番、世田谷のコーナーゼロです。よろしくお願いします。さて、ドラマ、私は普段ドラマをやっているような時間帯はテレビを見ずにラジオを聞いているのです。あ、そっか。そんな私が見ちゃいました、うん、ブラックペアン。これわかんないよ私。ブラックペアン聞いたことあるな。でもタイトル、魅力的な俳優さんとストーリーに惹かれたものがありますが、たまたま帰宅が遅くなった時に家族が見ており、ついつられてしまったのです。あんな毎週毎週手術が失敗する病院には正直かかりたくはないですがあ、そういうな、あ、なんかお医者さん系ね。わかった、二宮くんが出てるやつだ。あ、わかんないな、リアルな。あ、なんでこれ読めない。え、なんですか。書く、写す、なんで映写、違う、書く、写す、どこだろう。あ、リアルな、リアルな描写。あ、描写やばい、ゼロさん、描写が出てこんかったリアルな描写をワクワクしながら見ました。あと音楽も良かったですよ。いいところでかかる小田和正さんの歌声は鳥肌ものです。あ、そろそろ DVD もなるみたいですし、機会があったらご覧になってくださいね。ではでは、冷やみかち被災地の皆様、多分二宮くんが出てるやつ、合ってる、ちょうどゼロさん、コーラゼロさんがね、ツイッターで超最近ですよって、うん、ドラマ、多分とかあれじゃないかな、日曜日にやってたやつ、違うでもさ、いや、コーラゼロさんが言ってるのすごいわかる。あの、ドラマだから見れるけど、そんなに失敗する病院行きたくないよね行きたくないよ。しかもさ、なんか結構なんだろう、
あの病院系って、うんうん、このすごい腹黒い委員長とか出てくるさ。あ、いますね、いますね。そう、なんかお金のこととかをさ、うんうん、こうなんか賄賂じゃないけど、そうそう、こう金さえ積んだら入院させてやるよみたいなね。そうそうそう、あんなの見せられたらさ、病院って本当にこんななのかなってちょっと思っちゃうよね。確かにその病院行きたくないな。でもハマっちゃうんだよね。あ、そうなんだ。ああいうドラマハマっちゃうんだよな。わかる。あ、二宮くんね。そう、まあまあほら最近多分よ、うん、お医者さんもなんかね、かっこいい人いっぱいいるじゃないですか、いるいる、ね、うんうん、もうそのなんか大したことなくても行こうとする方いるんじゃないのかな、うん、あ、いる、あ、もう、まずね、おばさま方とか ね、 ね、病院って言ったらおじおばあのたまりまさ、うん、まあまあ憩いの場ですからね、憩いの場、もう普通に本当に診察待ちなのかなっていう人たちがいっぱいいるからさ、ね、いますよね、うん、むしろなんかそこで毎日集まって顔を合わせてるから、うん、病院に来ないくなったことを心配しますからね。そうそうそう、最近病院来ないけど、ね、あの子元気かね、元気かねって、そうそう、元気だから来ないんだけど、ね、そうだね。でも私もさ、行ってもなんか耳鼻科とかだったんだけど、この前高熱出てなんか近くの大きい病院行ったから、ああ、もうなんか看護婦さんもみんな名前覚えてて、おう、このおじおばあたちの名前を覚えて、え、なんとかさん今日何しに来たのみたいな感じのやり取りをしてて面白いと思って、いやこっちは一応熱出てたんで早くしてって思ってるんだけど、もうね、このベンチもえ、みんな知り合いぐらい、あ、そうなんだ、なんかおしゃべりしてるわけ、たまるだろうね、うん、あんた今日何ね、今日どこ店に来たとかさ、今日何あの薬もらいにかとか、もうこんな会話とかしてなんとかさ、なんで今日は別に来なくてよかったんじゃないって看護師さんが言って、もうおかしくてからさもうなんかあれなんでしょうね、あの、うん、もう友達がいるから集まるみたいなのがね、そう、めっちゃ普通に腕組んでテレビ見て笑ってるんですよ何名かは、あ、そうですよね、あのクーラーも効いてるし、うん、テレビも見れるし、うん、私はもう本当に早くしてだけど、あっちは完全にあの涼しんで楽しんでるよなっていういやいや、まあ、あんな感じだったよ。これがあの沖縄の病院の現状でしょうね、うん、でしょうね、本当にあのさっきのやつはドラマのね、ドラマの中のお話ですから、うん、あんなに失敗する病院もなかなかないんじゃないかな、なかなかないよ本当にもう、あ、そう、ゼロさんが、コーラゼロさんが言ってるドクター X もそうでしたねって、そう、わかる、ドクさん、ドクター X ほどなんかこんなあのお金の話をするのはないえ、あれでしょ、白い巨塔、あー、あったね、あれは自分ちょっと見たんですよ、白い巨塔もあれだったね、うん、ドラマを見る人ではないんですけど、白い巨塔ちょっと見た、そう、みんな委員長になりたくて、うん、ね、すごかったですよねいやいや、裏でそんなに手回すみたいなねあれ面白かったな、すごかったな、でもいいね、うん、いや確かにね、病院ものはね、わかるな、それちょっと難しいですよね、うん、それで言ったら全然コードブルーは純粋な医療ドラマだよあ、そうなんですか、そうそうそう、もうなんか本当に見たことないんですよ、ね、あの患者さんたちの物語をこう重視した感じのよ、あ、手振ってる、ミオン先生があっちから手振ってるあ、患者さんのドラマって感じですか、患者さんの、そう、このあのエピソード、なんか親子が不仲だったのが、この病院で入院したのをこの先生たちも説得しながらとかいう、はいはい、人間模様ですね、あ、なるほどね、うん、だからなんかハマっちゃうんだよね、で仲間たちのこのね、医療のこのメンバーたちのこの仲間の話もあり、うん、みたいな、あんな感じよ、今ね、ツイッターで世田谷のコーラゼロさんが、うん、真面目な心臓血管外科病院の話なんですが、うん、毎週難しい患者が出て失敗仕掛けを二宮くん演じる先生が助けるという、そう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 、ね、それだそれ一旦失敗しそうになるってことね、うん、そうなぜかね、しかもこの二宮くんはすごい腕がいくて早いんですけど、みんなさせたがらんわけ、なんか、あ、なんで、なんだったかな、なんかあるんですよ、なんでですか、え、水戸黄門みたいな感じなんかこれ後半45分に絶対出てきてみたいなそう、なんかとか二宮くんが俺やらねえみたいな、ちょっと あのちょっとクール系ツンツン系なキャラなんですよ、ツンツン、いや俺やらねえしみたいな感じの、なんかって言っときながら、結局なんか情が熱いキャラなんですよ、うん、で結局危機になったらビーンって現れるっていう、こう、あーいやいや、一番かっこいい、そう、一番かっこいい登場の仕方、そうそうそう
でさささっと助けて去っていくっていうこういう役柄だったよ。ジャニーズ、うん、かっこいいね。かっこいいねありがとうございます。はい、では世田谷のコーラゼロさんに。いいねいいね、ありがとうございます。あといついけるな。いける。じゃあじゃあひがちゃんに読んでもらおう。ではでは、へいへいって言いました。へいへいってはっきりへいって言いましたよ、ね、へいって言いましたおはようございます、うん、ビューティーネームキャプテンです。あ、キャプテン。あ、これ新しい感じですよ。お、ドラマのロケ地巡りが好き、うん、え、楽しそう。行ったことあります？ないない。ロケ地ないや。自分もないな。ないない。行ってみたいな。どこかもわからん。あ、これいいですよ。北海道富良野、富良野市でロケをやっていた北の国からというドラマがあります。いいね、行ってみたい。さだまさしの主題歌、うん、これね文字で書いてるから面白いんだけど、さだまさしの主題歌、うん、あー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 あって有名なやつです、ね、歌詞が全然ないもんね、あの曲ね文字だけで言うとこうです。あー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 伝わらんなドラマで使われた家を保存してある場所などは、うん、今でも観光客が訪れる人気スポット。そうなんだ。残してるの今も。すごい、今はなくなってしまったけど、富良野駅前にあった北の国から資料館では、うん、ドラマで使われた台本や、うん、衣装などが展示されていました。へー、すごい。主役の五郎さん、田中邦衛さんの衣装を着て、うん、ドラマのセットを使い撮影できる場所もありました。マジなに写真が載ってるんですけど、うんうんうん、これいいね、後で見せますね、うんうん、写真は、うん、船長が五郎さん役を熱演しているところです。見学、あ、船長がやったんだ。見学の人が多い中、恥ずかしいから早く撮れやと言いながら撮影しました、うん、かなり似ている写真が撮れたよ。今年の沖縄旅行の時に小浜島へ行ってチュラさんの撮影に使われていた家を見てきました。あるんだ、残ってるんだ。あ、いろいろ残ってるんです ね。実際の民家を使用してたんだね、うんうん、中まで見ることができなくて残念だったよ、ということですね。そうなんだ、小浜島行ったことないな。あ、チュラさんのお家は見てみたい。見てみたいね、うん、いいよね、チュラさんもめっちゃハマったな。自分も北の国からのセットも見てみたいな。見てみたいですね。 あれで歌ってみたい。あああああああこれ写真ね、見えるかな。ちょっとね、船長の顔想像したら似てるようになるかなって思ったんだけど、これ似てるんですよ。見えます？似てる似てる。あのこのさ、芸人さんがいるさ、モノマネする。あ、いますね、うんうん、そっちに似てる。そっちに似てる。モノマネのモノマネに似てますね。そうそう、あ、似てるよ。船長全然顔違く見える。これでもそういうあのがっちりした衣装を借りれるってことですよね。すごい本格的なやつ ね。セットも、うん、セットっていうかこの何、これセットになるのか。セットですね、これね。なんか本格的。本格的、本物でしょうね。ね、使われていたものっていうから。あ、楽しそう。いいなぁ。ねぇ、いや、行きたいな、楽しそう。あ、なんか次々と来てるね、ゼロさんがさ、与那国島にドクターコトーの診療所残ってますよね。あ、そうだよね、与那国だよね、ドクターコトー先生は。そっか、うん、与那国の話か。そう、もうあの平屋のね、病院なのみたいな診療。あ、まあざまみもあんな診療所なんですけどね、これ、うん、ああざまみ、ざまみにもある、ああいう診療所。いやー、やっぱ残ってるんだね、うんうん、やっぱ残すんだね、そういうのってね、うんうん、有名なドラマになるとね。なるほど、ほんと残したら皆さんね、見たいもんね。あ、そうか、観光のね、誘致にもなりますからね、うん、いいのか。タイゴさんがカウカウのことって、あ、そう、カウカウのこと私が言ってたのあ、そっくりさんね、カウカウの方がさ、もう上手さんモノマネ、あの顔に似てるよ船長、この写真似てるな。そう、本人よりもそっちに似てる確かにねえあー、いいね、いいね。ではキャプテンに。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、自分これも聞きたいな、あの、うん、ドラマのロケ地に行ったことあるのかどうかも、ね、あー、聞いてみたいね。よくさ、あの韓流ドラマはおばさまたちがツアー組むじゃないですか。はいはいはい、 ね、ヨン様のロケ地にね、うんうん、ああいうのを本当に行く方に聞いてみたい。どういう感じだったのか、うん、ね。あ、偶然にもだったっていうのはありますよ、私。あ、なんですか。この
高校生の時にこう流部ので、うん、あの団体があったんですよ。私流部担当で、うん、歌はあのシャカリの千秋さんでとか、でパーカッションもその旦那さんのカンナリさんとか、いろんな演者がこうね密集して作品に、で語りが平富さんっていう、豪華、そう豪華、私一番最年少で行かしてもらってたんだけど、高校生の時に、で韓国にその公演で行ったんですよ。でロッテワールドっていう遊園地でオフの時間に遊んでて、そこが冬のそなたのこの遊んでるシーンの撮影場所だったみたいで、めっちゃ写真が置かれてた、この撮影風景の、そう、あここなんだって言ってからみんなでテンション上がって、しかもその時私が高校時代だわけ、韓流のこのドラマが流行ったの、はいはいはい、思いっきり冬のピーク、冬のそなたピークの時だったから、もう私もお母さんが見ててから一緒にハマってたから、一緒にテンションが上がった、うわここかここかみたいな。そうなんだ、そうそうそう、そういうのある、一回なんかそういうところ行ってみたいな、ねえ、なんかお家とかさ、そういうね、この行ってみたい頃、見てみたい見てみたい、うん、ね、自分何が見たいかな、何が見たい、自分テレビを見てないんで、一番どこまでの記憶なんですか、テレビないの、どっから一番、あ、うん、もう自分東京に出ちゃったら、うん、テレビは見てないんで、じゃあ相当さ、うん、なんかそういうちゃんとあの毎週ドラマをちゃんと見てましたみたいのは、うん、本当にさっきのビーチボーイズとか、あの辺で反町隆史さんの、そうなんだ、だから実は GTO も別に見てないんですよ、あもうそうなの、その時は東京とかにいるんで、わあ、ビーチボーイズで終わってますね、うんうん、そうなんだ、だからあれが一番自分が見てたドラマじゃないかな、あれは見てみたいちょっと久しぶりに見たいですよね、うんうん、昔のドラマってね、そう、あ、ツイッターでひふみさん、うん、チュラさんのあの家には仕事でたまに配達行くよって、あ、そう、チュラさんのこの本当の撮影地は小浜島だけど、うん、あの家多分首里のとこだよね、坂道のあのエリーが出てきてから行ってきますってこうやってくる、なんか石畳のさ、あそうなんだ、私多分あれ首里だと思うけど、多分そのこと、ふぎふみさん、あ、ね、そうかそうか、私あっちだと思ってるわけ、首里の小浜はあの平地だから、多分ああいう坂道のとこないから、なるほど、多分家のあの時代は小浜島で、入り口出てきてからのあっちは多分首里だはず、あーそういうことなんだ、そう、なんかずっと手振ってるよミヨン先生は、あそうかそうかそうか、そう、多分私もそうだと思うんだけど、あ行ってみたいな、じゃあ首里にあるんだったら行けるな、うん、行けるよ全然、エリーもいるの、エリーはいないさ、発車病な、いないの、今頃東京でかっこいい旦那さんと一緒に過ごしてるさ、ね、あ、うん、あお父さんはなんだった、お父さんはいるのかな、町秋あははだったね、だったね、町秋住んでないの、すっごい面白い沖縄のイントネーションしてからねタクシーの運転手、あおかしいっさ、 あんなだったそうそうそう、違うっさってね、エリーは何を言ってるかねみたいななんか面白かった、あ懐かしいですね、あの私たちからしたらすごい面白かった、町秋さんの訛りがじゃあこの後もドラマ話で盛り上がっていきたいと思います、うん、はい、じゃあ一旦こちら、ビューティーの今日はいい日明日はもっといい日、私たちはギターと三振の2人組、県内外で音楽活動しています、この番組は明日をもっといい日にしようということで、いいことも面白くないことも今日で片付けて明日を快適にします、毎週金曜朝10時からうちちみシェービリ、今日はいい日、明日はもっといい日、その2、リューティーの日賀さとしと南が日本一綺麗な景色のスタジオ F1、 F1 で F1 しやよそFM、 FM 機能はより2時間生放送でお届けしてます、もうさエンジン音で声とか聞こえないよねこのマイクねF1 会場かなってこと、タイゴさん突っ込むの早い、 F1 って来てるめっちゃ早い、マジちょっと本日はすぐ鈴鹿からねお届けしておりますが、タイゴさんのね、うんうん、IWGP のロケ地、うん、見たかったけど迷いそうだったから諦めた、これも最近だな、うん、自分の中からしたら、あそうなの、池袋ウエストゲートパーク、あれも、あ、池袋でやってたってことかっていうことは、そうそうそう、そうだよね、いや池袋ウエストゲートパークって書いてて沖縄でやってはいないよね
違う、太鼓さん、あれさ、あの、なんだった、和歌山だった、山形だった、あ、山形か、山形だったから、あの辺でやってたのかなと思ったわけ一瞬。いやいやいや、あ、でもやっぱりね、あのドラマ自分もちょっと見てたな、うん、あ、私ちょっとしか見てないわ、うん、あれ面白かったですよ、ちゃんと見てない。あ、本当、久保塚洋介とね、久保塚さんのね、あ、誰でした、長瀬さん、あ、長瀬さん、瀬、そうだそうだ、うん、いやー、よかったな、いやー、びっくり。まだ自分の中では新しい方のドラマだな、これ。そうなの、全然新しくないや。やっぱり、うん、全然新しくない。ですよね、うん、最近はもう本当にさ、感動ものとかさ、いっぱいあるんだよ、ひがちゃん。今、じゃあ、今、うん、おすすめなの、みなみさんの今見てるやつ。今見てるやつ、感動もんで言ったらまたちょっと医療系になるんだけど、うんうん、待ってよ、タイトルが出てこない。誰が出てる？あ、誰が出てる？俳優さんの名前もわからん、どうしよう。ただ、あの、認知症の方が小児科医になったわけ。ほう。認知症なのに。おお、小児科医になれたの？なれたわけ。確かに、喋り方とかはあれなんだけど、すっごい知識が豊富で、うん、で、あの、このグッドドクター、あ、グッドドクター、そうそう、あ、トナチさん、早っ、グッドドクター、コラゼロさんもグッドドクター、めっちゃ感動するわけよ。んで、やっぱりね、この、あ、認知症じゃないよね、あれ、なんね、認知じゃないよ、あの認知は年いってからだよね、あ、そうそうそう、違うや、何症、あの、発達障害的な、おんおんおん、あんな、だから言葉とかもたどたどしいし、おんおん、なんかこう、やっぱ親とかは嫌がるさ、おうおう、なんでこういう人が医者なの、私のこの担当なのみたいなエピソードもあるけど、結局とっても子どもたちが心開いたりして、うんうん、すごい、あの、医療知識もすごくて、うんうん、結局この先生が主に助けるみたいな物語で超感動する。もう、うるうるくる、うるうる、小児科医だわけよ。そういうの聞くとちょっとね、見てみたくなるんですけどね。テレビがね、なんせね、テレビがね、うん、ラジオもね、うん、いや、ラジオはね、あるんですけどね、あるんだな、うん、あ、いいね。そう、あとね、チアダン、うちのミヨン先生大好きなんですけど、チアダン、チアダンスの、あ、チアダンス、前に、そう、あの、広瀬すずさんが主演でドラマ、あ、映画だ、あれ、広瀬すずさんか、うん、あ、わからん、広瀬すずさんね、うんうん、え、わからん、え、広瀬すず、待って、頭に顔が出てこないんだけどな。兄弟、お姉ちゃんが広瀬アリスさん。お姉ちゃんもいる。そう、広瀬アリスさん、うん、え、わかんない、最近のさ、あの、すごい映画の賞を取った、あの、万引き家族があるさん、ああ、の方が作った映画で、海町ダイアリーってやつに 初めて出て、しかもあれなんだって、そのまま自分の名前すずって役で出て、うんうん、そこからすごい大人気の女優さんなんですけど、あ、超かわいい、超かわいい、わからなかった、わからなかった、その方がやってたチアダンっていう映画が今度ドラマ化されてから、あ、そうなんだ、土屋太鳳さんがやってるのを、土屋太鳳、あ、今やばいよ、みんな、みんなちゃんに通じないよ、パヤオの人、パヤオの人、タオっていうすごい感じ、パヤオのハーフ。うんって言いたいけど違うのよ。あ、そういうドラマもやってる、もうミヨンがずっと真似して踊ってるから。あ、そうなん、チアダンをタオね、タオのダンスね。適当。じゃあコーナー行きましょうか。はい、行きましょう。こちらのコーナー、だから言ったさ、チャ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 、えい、あ、どこだった？あ、このコーナーではリューティーのだから言ったさという曲の歌詞に募集してる替え歌コーナーです。あなたの思いついた歌詞をミナミが歌います。あれ、あ、歌います。あ、来た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 。最近パソコンがね、うん、あの、夏バテ気味なので、あ、パソコンもなるよね、あちれるからね、あちれますよ、ね、パソコン自体が熱持ってますからね、本当よ。さあ、まず、あの、本物の歌をね、一回聞いてみないといけないと思うので、うん、そうだね、本物の歌を歌いたいんですけど、うん、歌詞わかります？わかんない。本物の歌がね、おっさんかーいのやつよね。そう、
あ、やっと会えた愛しの子はゴリマッチョの装飾系タンクトップのおっさんかいっていう本物の歌詞があるんですよ、うんうんうん、これを替え歌して、うん、このおっさんかいのところでちょっとオチをつけてもらいたいな、うん、つけてもらうっていうねっていうコーナーなんですよ。来てるのよ、一通。お、来てますか。うん、いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。待ってよ。あ、オッケー。ひがちゃん、みなみちゃん、こんにちは。ステージでは大きく見えちゃうたけちゃん、こんにちは。見えちゃうなんだね。すごいぜ、金具すくって言ってる、しかも。金具すくオンリーなの、たけちゃんが大きく見えるの。金具すくステージ高いところにありますからね。白ポーニーやんです。ジムに通って1年ぐらいになりますが、あ、ジム通ってるんだね。ジムにはじいちゃんがたくさんいます。そのじいちゃんが一つの筋トレマシンで休んでるのをよく見るので、一節あいけるよ、はい、それについての歌詞なんですね。はい、それなんです。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。それではこちら。あ、もう一回、もう一回入りきれんかった、すいません。じゃあ、いきますよ。うん、せーの。ジムに来るじいちゃんがマシンの上に座り続けて何もしないよ。おい、生きてるかごめんなさい、みなみさん、これはね、うん、もう本当にね、自分あるあるなんですよ。あ、そうなの。自分超わかる、それ。そうなの、もう想像したら超面白い。あの、ね、え、何もしないって何もしないの。いや、トゥルバってるってこと。そう、トゥルバってる。あのね、やっぱりね、うん、自分もそうですけど、こう一回なんか力入れてガーってやった後、うん、ちょっとインターバルが必要なんですよ。あ、うんうん、すぐにもう一回はできないから、うん、その時間がね、やっぱおじいちゃん長いんですよ。だからね、同じ機械のところ、うん、同じ機械のところにね、ずっと座ってさ、うん、別に何もすることないからぼーっとするじゃないですか、うんうんうん、で下とかを見てるのよ。自分もね、生きてるかなって思ったことあるな。いや、これ心配になるよね、本当にね。なるな、ウケる。これ白ボニーヤ超わかる、超面白い。超面白いもんね、白ボニーヤはね。ただ休んでいるなら変わってほしいな。あ、そう、自分も使いたいから待ってるのに。そう、それそれ、もう本当に非常によくわかる。もうなんか想像できちゃったわけよ、すっごい。もうさ、ぼーっとしてるおじいちゃんの姿が浮かんできた。これね、もう一個あって、うん、もうそこもね、病院じゃないけど憩いの場になってるんですよ。あ、なるほどね。おじいちゃんおばあさん、うん、朝の時間は、うんうん、で、おばあちゃんとかおじいちゃんパッて来て、うん、なんかロングの椅子に座ってね、みんなでおしゃべりして、うんうん、わーって2時間ぐらい喋って帰っていく人いるんですよ。何しに来てるの。ジムの機材を何も使わない。何も一個も触らないで。一個もない。ただ口だけを動かして。そうそうそう、面白い。口のトレーニングだろうね。やばい、私オーバーになったらそれなりそうだな。はい、今日ジムにもいっぱい人集まってるから、ちょっと喋りたいことあるから行こうやつだって。いや、機材貸してね、機材貸してよ、機材貸して。貸す。長い椅子に座ればいいんでしょ。そうそう、オッケーオッケー。機材だけ開けてくれたら何も問題ないから。あと今休憩中ね、ちょっと喋ろう、はい、ちょっと外でよって言うさ、私は。あ、オッケー。それでもうよろしくお願いします。あー、白ボニー面白かった。面白かった。こんな感じでね、面白い。第5週だけ今やってるんですけど、5週目募集してますので、うんうん、はい、してますよ。じゃあ1曲お届けしようと思います。はい、ビューティーで南へ流れる雲に。聞きたくて
私はいつ行けるのだろう。南へ流れる雲に話したくなって。職人愛媛から村上工業。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。菊味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。いい日、明日はもっといい日、その2。ビューティーの日賀聡と南が日本一綺麗な景色のスタジオ FM ギノワンより12時まで生放送でお届けしております。はい、ツイッターもたくさん来ておりまして、日賀ちゃん、あの、はい、雨男レイニーさんっていう方からね、うん、ツイキャスいただいてるんですけど、はい、うちにはテレビがないけど、うん、もっと浦島太郎の人がいるとは驚きマンモスで。いや、驚きマンモスがもう浦島太郎だよね。確かにマンモスってね。いや、あれですよ、ラジオはあるのよ、うん、ラジオはある、うん、ラジオはあるけど、テレビがないから、うん、やっぱりね、うん、この女優さんとか今俳優さんとかが全然わかんないんですよ、ね、こんなに通じないもんかねと思いましたよ。だからさ、うん、変な話よ、うん、ワールドカップもいつ終わったかわかんないんです。うっそ、本当にマジですか。好きですよサッカーは、ワールドカップ興味はあったけど、うん、テレビがないから実際見ないんですよ。そっか、うん、今じゃあ陸上がすごい燃えてるのわからないんですか。お、なんかやってるんですか今。おっと、アジア大会がやってて、水泳とか、水泳もメダル取りまくり。そう、オリンピックじゃなくて、オリンピックじゃなくてアジア大会、あ、アジアだけの、アジアの大会が。そうで、昨日ね 400m 男子リレー、うん、金メダルですよ。お、誰？ダントツ4名リレーだから言っても分かるの？分かるよ。タオさん、最近400、なんでよ、タオさん女優だわ。タオさん女優だったの？女優。あ、俳優さんじゃなくて？女優です。土屋タオさん。タオって名前？あの、このさ、今ディーパさんが漢字のしてくれて見える？土屋タオっていう、どこの字、この字、どこどこ、レイニーさんの、う、あ、ディーパさん、土屋タオ、この字ですよ。これ女優さん？女優さん、超かわいいよこれ、この、うん、お、太いに、太いに鳳凰で、そうそう、これタオ、太い鳳凰。いや、もう、もうゴリゴリの、ゴリゴリのスキンヘッドのこのゴリゴリのマッチョじゃないの。もう通じなさすぎや、マジで。もうおかしい。コーナー行きましょうか。はい、行きましょう。こちらのコーナー。ビューティーのメールボックス4番。あ、可愛い女優さんなんですか。そうよ。いや、タオね、検索してみよう。太い方法を検索すればいいんじゃない。検索してみて。行きましょう。はい、今日のテーマはドラマね。ドラマの方のあのエピソード皆さんに聞いてるんですけど、今ちょっと待って、はい、ツイキャスでシルボーニアンがね、うん、あのさっき替え歌をくれたシルボーニアンが、うん、今日はカメラ上から目線なのねって。ああ今ね、弁当会に外出たから暑いって。そっか、そうか、さっきね全体を撮ろうと思って自分が引いたんですよ。そう、ニーアン実はうちのミヨンが出たのよ。そう、そのために後ろにそう引いてあるんです。そう、スーパーゲストさんがいたんです。そう、うち系ってやってたの。あのスーパーゲストさんがね、小さいから上からじゃないとね狙えなかったんですよ、うん、だけどもテーブルから顔しか出てないぐらいのなんかちっちゃさだった。椅子を一生懸命高くしたんだけどね。そう、そうなんです。そうそうそう、ということで、はい、じゃあメールいきますね。はい、ひがちゃん、みなみちゃん、おはようございます。先週お邪魔しました、ビューティーネーム兄さんです。兄さんね、来てくれたね。ドラマの話、兄さんの忘れられない海外ドラマにツインピークスがあります。ツインピークス、兄やん、兄やんじゃん、兄さんわかんないや私。ツインピークスわかんないな。も、あ、もっともは、うん、ま、あ、最もハマった海外ドラマでしたが、監督はエレファントマンで知られるデビッド・リンチ。
もうエレファントカシマシしか分からない。だから私も言いそうだったよカシマシって危ない。エレファントマン、全然海外ドラマ分かってないや。分かんないな。ネタバレせずに話すと、とんでもない展開が連続のサスペンスストーリー。あ、サスペンスか。まるで見たことのない展開の魅力的、悪魔的なドラマでしたが、ラストがまたとんでもないラストで、あ、でも言えないって。あ、見たい見たい。気になるね。ツインピークス。ツインピークス。あ、見てみたい。わかんないや。昔もあったじゃん、なんか海外のなんか UFO 系、UFO 系。あ、あ、わかる。X ファイル、X ファイル、X ファイルだ。今それが出てきた私、そっちじゃないんだ。いや、超好きだった X ファイル。X ファイル家族で見てた私も。自分もあの何？全部借りてみた。ああ。X ファイル。子供ながらにね、ちょ怖いのよ曲とかも。あ、怖いんだけど。曲はね、そうですね。ちょっとお父さんの後ろに隠れながら見るみたいなあんな感じだった。あれ超好きだったな X ファイル。ね、懐かしい。そこからですよ、自分の都市伝説が好きになったのは。あ、そうなんだ。そうだそうだ。きっかけ？うん。そうなの？いや、おそらくだから自分の世代は X ファイルで都市伝説が好きになった子がたくさんいると思う。私も多分そのタイプかもしれない、ね、もしかしたら。そうかもそうかも。なんかそのこの宇宙にそういうのがあって UFO があってとかいうのを知ったのは X ファイル。X ファイルですよね。うん。いやー、いいな、懐かしいな。ねー。うわ、そういう見たい。それの悪魔的な感じなのかな、ツインピークス。あ、それそっち系か、うん、で、そしてこの度、あ、超見たいな。なんと25年ぶりに当時のキャストそのままにツインピークスの続編が発表されたのです。びっくりーって。え、見たい。今度の続編もまたとんでもない話らしいので絶対に見たいという、そんな思い兄さんでありました。あ兄さん超いい、見たい。兄さんが言うならもうすごいね。この前もね、あの、ね、なんだったあれ、首里劇場とかの話、ね、首里劇場の話とあの何の映画見てきたんだったっけ。あとね、トム・クルーズさんの、そうだ、トム・クルーズさんのすごい熱弁してくれたからさ、うん、これも見たくなるね。え、これ見たいな。気になるね。あ、でも、悪魔的って怖いのかな。いや、でもそのなんていうのかな、うん、日本の、うん、この幽霊心霊妖怪ドラマよりは、うん、全然海外の方がちょっとね、うん、なんて言えばいいのかな、もうちょっとフラットじゃないですか。本当なんかちょっとエクソシストしか出てきてないから私怖いよ。あ、エクソシストもちょっとなんていうの、一応現実離れしすぎてて、うん、ちょっと面白い感じに見れるじゃない。そう。あ、見れない。見れない。なんだろうな、怖い。もうちょっとね、この、うん、なんかドラマっていうか、うん、そう、映画っていうかファンタジー的な要素で見れるから。あ、なるほどね。まだいい、ね、まだ、うんうん、まだいいんですよ自分は。なるほど。しかもなんか海外だから、うん、家とかもね違うしね。あ、そうそう。あ、ひふみさんがツインピークスは猟奇的じゃなかったって。猟奇的。あ、そっち系の。どういうこと、猟奇的。悪魔的、なんかその殺人事件とかみたいな。あ、そういうこと。怖い怖い感じの。わ、怖そう。最高的なのはあんまり好きじゃないな。そういう感じ。そういう感じかな。なんか悪魔払いとかあんなんじゃないの。悪魔払いとかなんか X ファイル寄りだったら自分好きだけど。そう、そっち系かなと思った。あ、猟奇的な、なんか猟奇的、サイコ的なのは好きじゃないな。そっちかな。黒い感じ。うんうん、黒い感じもね、ちょっとね。ね、ちょっとね。黒い感じはちょっとね。っていうか、ひふみさんいろいろ知ってるね。ねえ、めっちゃ知ってるわ、さっきから。あ、すごいな。ありがとうございます。兄さんの、ありがとうございます。あ、兄さんの、あと2分なんだけど。あ、行こう行こう。超早口、1個だけいい？うん、うんうん。南ちゃん、日賀さん、たけちゃん、ウィース。おはよう、タイゴだよ。あ、タイゴさん。ってことでテーマ、ドラマ。最初にハマったドラマは小学生のあの頃、僕らの勇気未満シティかな。僕らの勇気未満シティ。あ、わかる。わかる。キンキが出てるやつです、キンキゲッツ。小学生ながらこのドラマかっこいい、うん、今ドラマ出てみたいって思ったことを覚えてる。あ、その頃キンキを知ったのもこの頃かな。そうそうそう、そうですね。キンキデビューして20周年目でスペシャルドラマで戻ってきたし、うん、ジャニーズ事務所を退社した、小原くん、小原くんがキンキのためにその時だけドラマ出演して、見ていて懐かしいなって思った。そう、最近やってたんですよ。
わかんないな。最近やってて私ちゃんと録画した。あ、キンキキッズの。キンキキッズの2人出てるドラマで、なんか2人とも出てるんだ。そう、子供の20歳未満だったかな、18未満は死なないんです。同じこの病原菌があるんだけど、で隔離されちゃうの、子供だけ。大人に移ったら大人は死んじゃうから。あ、面白そう。何それ。でこのシティの中で18を迎えた子は死んじゃうわけよ、やっぱり。18だったか20歳だったかで、そういうエピソードだわけ。だからそれをこう、菌を殺すにはどうしたらいいかみたいな、みんなもう東京なんだけども隔離されてて、子供たちが。面白そう。そういうドラマだったわけよ。超面白かったよ。うん、いやー、皆さんドラマ話面白いな。面白いな。タイゴさんの、タイゴさんの今日はいい日。ありがとうございます。あ、ミヨンが来た。はい、今日皆さんのドラマ話超面白かった。もう見たいドラマいっぱい出てきましたね。うん、うん、出てきましたよ。ちょっとビデオをレンタルしてこようかな。ね、今日はね、あの夏休みスペシャルっていうことで、うんうん、ミヨンちゃんもねゲストでね来てくれておりましたが、うん、あれ、終わりの挨拶はしないの。み、終わりの挨拶しよう、みんなでしようよ、終わりの挨拶。それで行きましょうか。行くよ、うん、皆さんも一緒にお願いします。今日はいい日、明日はもっといい日。お相手はミナミーと日賀さとしと荒垣美代でお届けいたしました。またやー。またやー。